どうもおはようございます。速化塾の久保でございます、えー。今回もね、FX オリガルヒと速化塾の限定動画、こちらを同時にお送りしたいと思います。日付は8月29日、朝4時ですね。まだ相場の方は動いてないんですけども、週が変わりまして、今日からまた月曜日が始まります。あと数時間すると、このチャートは動き出すわけなんですが、最初にね、お伝えしておきます。FX オリガルヒの皆様には、FX でなんでね、 9割以上ののが負けてしまうのかそして負けたまま退場してで退場した人の分だけ新しくまたね FX の世界に入ってきて同じように9割以上の人が負けてしまうのか、まあ、この原因とどうやったらそれがよけて通れるのかってことを、まあ、シートにしたのがね10万円やりましたんでそちらの方を、えー、一つの講義としてお届けしております。えー、速化塾の、FX、オリガルヒ こちらの専門コースをご受講の方は、講義の24をご覧ください。え、そして、オリガルヒには入ってないんだけども、あ、その、9割以上の負ける、そんな理由とかね、解決するための秘訣、これを知りたい方は、まもなくこちらの方ね、まあ、販売の方に入りますので、まあ、よろしかったら、そちらの方でご購入いただければと思います。そんなむちゃくちゃな高い金額ではないですからね、単なる講義の一つですから。FX オリガルヒには、今、24個目の講義ができましたけども、その他23個の、 講義があるわけなんですよね。で、講義ってのは無限には増えませんえ。というのが、テクニカルっていうのがもうね、その手法が有限だからなんですよ。だから、新しい手法がどんどん出てきて、時代に合わせてその手法が変化してってことはありません。えずーっと前から、それこそ500年前に発明された、この、ローソク足とテクニカルという手法は何も変わってないんですよ。だから、一旦身につけてしまえば、それで OK なんですけども、身につけない人が、まあ、FX をやったりね。 株をやったりして痛い目に遭うということなんですよ。やっぱり何でもね、その世界に入ったらその世界のことを学ばなければいけませんよね。はい、えー、ということで、えー、FX オリガルヒのご自己中の皆様はそのまんま講義の24をご覧ください。ちょっと長めになってます。40分くらいの講義です。えー、そして、えー、このね、負けてしまう人の秘訣、えー、ぜひね、手に入れていただきたいなと思いますので、 希望の方はもうちょっと待ってください。今週中に、えー、リリースさせていただきます。お、ま、そ、あ、らくね、今、えーまあ、1万円以下で手に入るようにはなるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、それでね、今月というか今週の相場解説なんですが、今見ていただいているのが月足なんですよ。マンデーですね。マンスリーですけども、なぜこのタイミングで月足かというと、やっぱこ今月はね、特に慎重に見てほしいなと思うから、たまに月足も見てもらいたいんですよね。 まあ、あとはいっても、月足を見てもほとんど動きません。月に一回しかローソク足できませんからね。ただ特徴を知ることはできます。じゃあ始めていきますね。えー、このね、えー、高値の、今最大値のところですけども、140円に行く直前で、えー、陰線を出して反転していったでしょ。だからその時に、ぐーっと登ったのが、高度の限界点で、こっからね、今度は、高値から安値にぐーんと落ちていくのかな、V の字のようにかなと。 いうふうにも、まあ、思わないでもないんですけども、それはないなってことなんですよ。まあ、あの、基本的には、もっともっと長期の円安ですんで、140円どころか150円とかね、まあ、200円ってのは言い過ぎですけども、140円とか150円には、まあ、フリーハンドでこのままいってしまうんではないかなと思います。まあ、ですんでね、えー、この陰線も、まあ、押し目に相当するような動きっていうふうに捉えていった方が、全体像間違わなくて済むかなというところですね。 で、えっ、ー、と、この新しい最新型の溶線ですけども、溶線は下髭を出して上の方に向かってますよね。これを見ると急速に上昇しようとしていることがわかります。その前の確定した陰線っていうのは、あの、まあもちろん下に行ってるわけなんですけども、それを打ち消すようにね、もう一刻も早く上昇していくんだっていうふうな意思を感じる、そんなローソク足になってます。で、それを分解していって周足を見ていくと、 これよくわかるんですけども週週足1本が1週間です最新版のやつはまだ確定してませんけどもこれも上の方に向かって下ひげを出してますよねその1個前も下ひげを出した実体の大きな上髭です実体の方が大きいということは緩やかに上昇しているってことですよねでひげの方が若干大きいこの最新型の陽線はあその動きをですね まあ、急速に早めているよっていうところが見て取れます。ただ、実体がちっちゃいので、急速に上昇してるんですけども、でも、そろそろ動きが止まってきたかなというふうにも見えるわけですよ。ちょっと複雑な読み方をします。その前の陰線ですけども、これは陰線なんで下に下がってるんだけども、下ひげが長いでしょ。だから、この陰線は下に向かおうとしているわけではありませんってことが分かるんですよ。その前っていうのは、陽線ですよね。それはですね、大きく下に、 向かったんだけども、髭の分だけ急速に巻き戻されてますよってことなんで、ここはですね、えー、売りの利確が入るのと同時に、新規の買いが入ってるというね、まあそういうふうな忙しいローソク足になってます。その前とその前は、一方的に、これは下に向かってますけども、これは単なる利確ですね。その利確に乗じて、瞬間的に上手な人が売りを入れてきたというね、この買いトレンドの中で売りを入れられるってのは結構すごいんですよね。 少なくとも、私よりは上級者です。というのが、私はですね、上昇局面では基本的に、セルを入れずに、倍だけで押し目を狙ってる方なんですよね。ですんで、ここでもね、お話したように、もう全部押し目でエントリーしているわけですよ、うん。だから、あ、もうこれは下がりきったなと。下比が出始めたなっていうふうに分析すると、そこで買いを入れていって、さらに上昇圧力を、お増し加えてるっていう立場ですよね。だから、後追い、後追いなんですよ。上級者や、 資金の大きい方にくっついていく、まあ第二陣ですの、私の場合はね。で、えー、私の放送ってのは、まあ言ってみれば第三陣を先導してるような感じです。こういう特徴が見られるから私はエントリーしました。皆さんはどうですかとついてきませんかって感じですよね。はい。じゃあ次、デイリーを見ていきます。もうすでにここら辺で解説に熱が入っちゃったんですけどね。で、このデイリーを見てわかるのは、まあ緩やかに上昇して急速に上がってきたけども、 でも一旦またね、横ばいに入ったよっていうところですね。ですんで、140円に行く前の横ばいが今週は入るんじゃないかなっていうのがそのまま実現してるでしょ大体こういう風うな動きっていうのを取るんですよ。急速に上がっていったら今度緩やかになっていって、また、売りと買いを整理して、新規の買いでまた上昇していく。こんな感じですよね。上昇圧力が強くて、だんだん緩やかになってきて、整理されつつ、また新規の買いによってまた、 大きくく上上に上がっていくといととうことですよねただその新規の買いっていうのは結局次の売りにもつながっていくんで、えー、どんどんね押し目を作って次の展開を示していくってことですよね考えてみると大きく捉えて上がって押し目作って上がって押し目を作ってさらに上がっていくんではなかろうかってことを示唆しているのがこのデイリーですよねじゃあ次は4時間です 4時間を見ていくと特徴的なのはこの水準に戻ったよねってことです。そうなんですよ。1週間かけてね、この横ばいから上昇に転じて、さらにここから右肩上がりのトレンドに乗って、もっともっと上に行くかなっていうところです。もともとはですね、ここから包み足をかけて下がってきたものが、まあ材料が途中あったんですけども、三角形を書くように回復してきて、 で、この、ね、えー、ラインで、また、あ理学の整理が起きまして、材料もあって、ということで、えー、でも材料も理学も、ここで調整されて、さあ、では新規の回で上に上がっていきましょうっていうところでね、大きな下ヒが出ているっていうところが見て取れるんですよね。まあ、ここまで材料が揃っていると、こっからは、ここを突き抜けて、 今週は、ですから29日から始まる週はね、ちょっと月の変わり目もあって、えー、そこは慎重にならないといけないんですけども、一応今週はですね、上昇一直線です。横ばいの週だった22日から26日までの間に比べて、今回ははっきりと上昇することが考えられるかなっていうところですよね。はい、それをもうちょっと分析していくと1時間になります。1時間はほら、覚えてるでしょレンジを取ったじゃないですか、こうやって。 ね、でその前はあのー、この辺りであれすいませんこの辺りにねゾーンを作って一気に抜けていくんじゃないかなと私は思ったんですよでもその兆候がなかったんで考え直してあもうちょっと後でこの動きが起きてくるんだなと思ってレンジに修正しましたあ結果レンジオプションが取れましたよね レンジオプションが取れて、利益を取るポイントが見えましたんで、ここでエントリーして、で、ここで決済、半値で再度入って、あとは材料が夜にあったんで、ポジションを抜いて金曜日を終えたと。そうすると、まんまとですね、材料が終わって、その後、上の方に抜けていったでしょ。その勢いで持って、今週はここを繰り抜けていくっていうふうに、 まあ考えてますね。分析しますね。そうすると、まあ念願だったというかね、ここに引いたゾーンもクリアして、あとはもうね、138円に向かい、139円に届くような1週間を作っていくんじゃないかなっていうふうに全体像を見ております。はい。139円ってことは、140円に回帰する日も近いっていうふうに見えるでしょ。で、こういうふうに徐々に136円、137円、138円、139円っていうふうに 回復していくという、えー、で、35週のストーリーが補填されて、36週を作っていくということでございます。慎重にならないといけないのは、今週29日から始まる週は、月末月賞を挟むんですよね。ですんで、もしかしたら、ロングでエントリーされてる方が、31日とか1日で決済をして、また新しいね、資金を入れていくくるかもしれません。まあでも、 私としてはね、31度1日で、まあ、決済して資金を抜いたにしても、大きく下がったにしてもね、今度またね、9月は上昇局面をお予見してですね、新しい資金が入ると思いますので、一旦下がっても、昼間ずにですね、倍のタイミングを待てばいいんではないかなと思います。ちょっと先の話になりますけども、9月の第1週と第2週ですね、えー、1日から9日までは、えー、力強い、 倍に向かった資金が入るというふうに考えてますね。じゃあ本日は以上です。長くなっちゃってすいません。それでは数時間後にまたあの追加で動き出したら放送しますんでよろしくお願いします。